皆さん、おはようございます。おはようございます。今から、川崎フロンターレ独立プラーニングメディアの、コラボレーションの企画ですね、親子プログラミング自由研究を始めたいと思います。自分のやった通りに、プログラミングした通りに動いてくれるからなんか面白いです。一つ一つの細かくて何でもできちゃうのですごいな。プログラミング自体をきっかけに様々な評価とかの学習につなげていけると思いますので、そういった意味では今後も需要が高まってくるかなと思います。初めてプログラミングやるお子さんも多いということ反応も少し心配だったんですけれども、ここ始まってすぐにお子さんの笑顔が広がってきましたので、まあ大丈夫かなっていうところで、あとはやはりサッカーをやっているお子さんも多かったので、サッカーゲームを作るにはどうしたらいいかっていう質問もたくさんいただいたので、そのあたり私たち自身も刺激になったと思います。本日ありがとうございました。